詐欺の大戦では300万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら戦場に倒れた方々、戦後遠い異郷の地で亡くなられた方々、広島や長崎での原爆投下、各都市での爆撃、沖縄での地上戦などにより犠牲となられた方々、今すべての御霊の御前にあって、御霊安かれと心よりお祈り申し上げます。戦後我が国は一貫して平和国家としてその歩みを進めてまいりました。歴史の教訓を深く胸に刻み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、戦後79年が経ちますが、歳月がいかに流れてもこの決然たる誓いを世代を超えて継承し貫いてまいります。